我が意とは、中世中国において、政府が人民に対して、合意に基づいた価格で、厳然にで物資を非強制的に買い上げること。米の買い上げは特には蝶と称し、我が意と称する場合には絹やまぐさなどの、それ以外の物資の買い上げを指す場合が多い。その講師は、戦国時代から全館にかけてに見られるが、本格化するのは、中東の開元25年頃のことと見られている。 この背景には、財政規模の拡大と、貨幣、金銀、経過などの被告物による、租税納付の増加などがあった。安氏の乱や続く、西北の土番、骸骨や北方の喫端に対抗するために、辺境周辺部である館中などから民間が持つ、食料や馬料を買い上げて、辺境の部隊に送る仕組みが作られた。宋代に入ると、絹の預かり制度が成立した。 これは、農民の生活が最も苦しい春に生活資金を貸し出し、夏の開口折りの時期に、絹の納付の形で返済し、貸し出した資金はその代金として総裁される仕組みであった。また、単純に適正価格で絹などの物資を和解することで、生活資金の安定を図ることも行われた。だが、北総後期から南総に入ると、 本来の趣旨であった市場の相場あるいはそれに近い価格で買い上げるという原則が失われ政府が合意のないままに安値で強制的に買い上げたり行使などの為替、証券類で支払いを行ったりするようになり最悪の場合には無償で強制的に買い上げるという実質租税と変わりのないことまで行われて農村部を中心に民衆の窮防化と破産化を深刻なものとした ありがとうございます。